48号では、左壁に壁紙を貼り、2階に置く紙箱を作ります。今回付属するパーツです。48号では、41号で付属したローラーを使用します。はじめに、緩衝材の上に、裏返した左壁を置き、右端のオーブの角と溝を線でつなぎます。次に、壁紙の裏紙を4分の1ほど剥がし、壁紙の右下角を先ほど引いた線に沿って貼ります。続けて、ローラーを使いながら壁紙を接着していきます。次に、左壁を表面に返してカッターマットに置き、壁に沿うようにして壁紙を切り取ります。次に、左壁を裏側に返して、緩衝材の上に置き、左壁の上部と粒の壁紙を切り取ります。次に、紙箱シート1と紙箱シート2からそれぞれ底と蓋を切り取ります。次に、底を裏返し、点線に沿って谷折りにします。次に、左右側面のベロ部分に接着剤を塗り、上側面を接着します。同様に、下側面を接着します。同じ手順で蓋を組み立て、底にかぶせます。同様に、もう一つの紙箱を組み立てます。これで、48号の組み立ては終了です。
Hashem.